せーの、チャオ。チャオガールのミカです。チャオガールのミユです。ミカミユです。イエーイ。突然だけどさ、ミカちゃんはお家でペットとか飼ってるの？今は飼ってないんだけど、昔金魚を飼ってたことがあって、うん、でも犬とか猫はその私マンションに住んでるから飼えないなっていうのはあるかも。あるあるだよね、うん、そう、ミカちゃんみたいにペットを飼えないマンションに住んでたり、ちゃんとお世話できないからダメってパパとママに反対されてる子もたくさんいると思うけど、そんな子たちにおすすめしたいのがこちら。じゃーん、かわいいハムスターの新ゲーム、ジャンガリア物語です。絵のタッチがふわふわしててすごい可愛いよね。なんかリアルなところもそう癒されるよ ね。というわけで今日はジャングリア物語広報担当サクセスの高橋さんに来てもらいました。チャオ、サクセスの高橋です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ジャングリア物語の魅力ってどんなところにありますか？まずは見てもらった方がいいと思うんで一緒にやってみましょう。しながらハムスターを増やしたり、ケージの中を自分の好きにカスタマイズしてもらって楽しんでもらう育成シミュレーションゲームになります。ね、本当に歩いてる姿とかも可愛いし、ケージを自分好みにカスタマイズできるっていうのもすごい楽しいよね。リアルに癒されるね。それじゃあまずモフモフ天国というミニゲームをやってみましょう。はい、はい。難しさを、選びます、はい、普通を選んでもらって、はいはい、じゃあ A ボタンで始めてもらって、はい、で大きさが違うハートボタンを見つけたらそこをそうですねスティックでなでなで上手です。かわいい、喜んでます。全部で、ね、3回チャレンジあるので、喜んでます。あー、かわいい。はい、大変よくできました。大変よくできました。パーフェクトです。いや、本当になでなでしてる時の顔とか体の動きとかがすっごい可愛くて癒されました。もう一つゲームがあるので、ミカちゃんもそっちの、はい、いいですか？はい、やりたいです。このゲームなんですけど、ハムスターが大好きなひまわりの種があるんですけど、そのご飯をポンポンポンって置いてって、ゴールまでこのハムスターを導くゲームになります。するとご飯を A ボタンで置くことができるので、試しにちょっとですね、指を L ボタンで動かしてもらう。そうで、A のご飯を落としてもらう。あとかハムスターがそこに寄ってくるので、ゴールを、右がゴールなので、その空き缶に当たらないようにハムスターを誘導してってもらって、カメラを移動して、違うやつもいるので、そいつ、そうですね、そこに、そいつに、そう、取られちゃわないように。なるほど。カメラを右に移動して、頑張れ頑張れ。お、上手です。結構長い。確かに。でもこれご飯の数が決まってるから、左上に。そうだね、ちょっと、うんうん、無事ゴールできました。すごい楽しかったです。なんか自分のご飯を置いた場所に来てくれるのがもうすごい癒されました。なんかお世話してるんだなって感じになりました。それじゃあハムスターを実際に増やしていきましょう。で、A ボタンで、そうですね、縁結びに2人とも選んでもらって、はい、そしたら2人とも Y ボタン友達を選んでもらって、じゃあみえちゃんは友達を
が来るのを待つをしてもらって、はい、はい、みかちゃんは友達を探しに行くをしてください。はい、じゃあ炭を始めます。はい、一日は楽しい時間を過ごしました。あー、かわいい。うわ、すごい本だ。すごい、すごい絵本みたい。ね、召喚してる。あー、かわいい。威張ってる。誕生しましたね。かわいい。男の子が2人とも生まれましたね。かわいい。ことができます、はい、他にもレアなハムスターがいっぱいいるので、ちょっと実際にどんなハムスターがいるのか、紹介したいと思います。おー、かわいい。すごい、桜餅。本当にすごいですね。なんか顔にも桜描いてあるんですね。ほんとだ。あとカメ、あ、カメ、かわいい。こんな感じでレアなハムスターこんな感じで増やすこともできます。ちなみにハムスターの里にいろんな種類のハムスターを集めると、組み合わせ次第で一発芸をやったりとか、ダンスをしてくれるので、はい、すごい、見てみたい。フリフリダンスというものがこちらになります。かわいい。かわいい。ひたすらフリフリ。かわいい。ジャンジャン体操をお見せします。ジャンジャン体操、どうなんだろう。すごい。かわいい。かわいい。頑張ってる。なんか応援したくなるね。かわいい。数が増えるとこうやってみんなで体操をしたりとか、はい、なりますね。じゃあ最後に2人でケージを好きにカスタムしていきましょう。はい、楽しみだね。頑張るぞ。いえ、頑張る。楽しいぞ。アイテムボックスを開いてもらって、はい、はい、でここでさっき買ったものが全部入ってるので好きに配置してみましょう。で、ものを選んでしまうこともできます。はい、こうしてる間にミカちゃんがすごい可愛い床になって、お家も可愛い。雪にして、で、これもなんか雪とかあったんだよ。あ、そういうので一回揃えたんだよ。あ、統一感みたいな。あ、ホリの小屋。あ、すごい。あ、綺麗。完成です。可愛い感じにしようかなと思って、お菓子の家をイメージしてみました。メルヘンにしたいなと思って、そのメルヘンチックな小屋っていうのを選んでみました。あと、床もなんかビスケットっぽい感じのカラフルな感じにしてみたのと、あとなんかキャンディーの飾りを置いてみたりとか、ラブリーな感じにしてみました。じゃあみゆちゃんはどんな感じにしたの？雪国をイメージして作って。確かに、この辺にいる、ペンギンも一応水飲むやつで、物とかも結構その氷の雪国をイメージして作りました。確かに統一感があっていいね。あとこの雪だるまたちが大きいのとちっちゃいので並べたのがポイントです。もうやってみてどうだった？すごい楽しかったです。なんか私ハムスター飼ったことなかったんですけど、本当に飼ってお世話してるみたいな気持ちになれて癒されたし、すごい楽しかったです。すごい可愛くて癒されたし、あとケージを自分好みにカスタムできるっていうのもすごい楽しかったです。ありがとうございます。というわけで、したジャンガリア物語は任天堂スイッチ用ソフトとして発売予定です。
このパッケージ版にはダウンロード用のコードが入ってるよ。このコードをスイッチの中にある任天堂 e ショップで入力するとゲームソフトがダウンロードできて遊べるようになるよ。他にもハムスターのイラストで大人気のゴッテさんのスケロクパックやデジタルアイテムピンクのクマのコードも一緒に入ってます。さらにペーパークラフトとステッカーも入ってます。みんなもジャンガリア物語で遊んじゃいましょう。ということで高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイチャオー。